フアン・ミルトン・サメウェルは、ドミニカ共和国サンペドロ・デ・マコリス州、サンペドロ・デ・マコリス出身の元プロ野球選手、ウトウ・ミギウチ。1980年にフィラデルフィア・フィリーズと契約し、プロ入りを果たした。1983年8月24日のサンフランシスコ・ジャイアンツ戦でメジャーデビューを果たした。1984年には野球殿堂入りのベテラン、ジョー・モーガンを、 オークランドアスレチックスに追いやって、レギュラーに定着。この年160試合に出場し、191、アンダーを打って打率、272、二塁打36、三塁打19、本塁打15、打点69、盗塁72を記録し、オールスターにも初選出された。この年から4年連続して、二塁打、三塁打、本塁打。 当類すべて10本以上を記録。新人王はニューヨークメッツのドワイトグッテンに譲ったが、選出されてもおかしくない大活躍を見せた。ただし、失策33は守備面の不安を168三振は選球眼の悪さを露呈した。この年から1992年まで9年、連続して120以上の三振を喫した。 投類はこの年が最多であったが30投類以上を7シーズンで記録した。1987年には28本類打、100打点を記録するなど長打力も身につけ、2度目のオールスター選出。そしてシルバースラッガー賞を受賞した。1988年は3塁打が9に終わり、1本の差で戦術の記録が途絶えた。守備面の不安や二類種。 トム・ハーの移籍加入もあって、1989年には外野にコンバートするが、開幕から51試合出場で打率、246と不振。この年6月18日に、レニー・ダイクストラ、ロジャー・マクダウェルとのトレードでメッツへ移籍した。これは、不可解なトレードの多いメッツの歴史の中でも、最も失敗したトレードの一つに数えられる。移籍後、 サミュエルは打率をさらに落とし、逆に移籍したダイクストラ、マクダウエルはいずれも活躍。特にダイクストラはリーグを代表する一番打者になった。1990年にはロサンゼルスドジャースへ移籍し、二塁に再転校。レギュラーとしての起用は三度目のオールスター選出を果たした。1991年までで、以後は5球団を行ったり来たりして1998年まで。 現役を務める。晩年は、代打や一類種、指名打者としての出番が多かった。引退後、1999年から2005年まで、デトロイトタイガースのコーチ、2006年は、メッツ参加の AA 級、ビンガムトン、メッツの監督、2007年から2010年まで、ボルチモアオリオールズでコーチを歴任し、2011年から2017年までは、 フィリーズの三類コーチや一類コーチを務めた。2013年には第3回 WBC のドミニカ代表のコーチを務めた。同大会でドミニカ共和国は優勝した。2017年3月に開催された第4回 WBC のドミニカ共和国代表コーチを務める。ドミニカ共和国出身のプレイヤーらしいスピードとパワー、あふれるプレーが魅力であった。 ありがとうございます。